今は部署移動して違う部署にいますけど、ホテルのところで何年 ?5 年。丸5年やってましたと。ホテル の事事業でで何をししててたんですか仕事としてホテルの開発業務をししてましたホテルの開発業務というのはどこに今度作るかとか土地をどうするかとかそういうことそうですそうです。新築やったら土地買うなり中古改修案件だったら建物買うなりでそういう情報取得から始まって事業性の検討をして着工、竣工いろいろ。 はい、備品だったり納品して運営する事業部署に引き渡すまでが開発の仕事です、はいはい、めっちゃおもろいやんそうですね私もともとゼネコン志望しててゼネコンに入れなくて結構ショックだったんですけど、うん、絶対そっち行った方がやりたい仕事できたよねはい間違いなくこっちの立場でよかったなっていうゼネコン側に行ったら多分そういう仕事してないもんねしてないと思いますねそこにに営業しに来てる人の仕事やもんねはい 全く逆の立場でだから言うたらデベロッパーみたいなことやもんな立場的にはそっちに近いかもしれないですうちで出会った会社さんに入っていったりとかした時に本当にそれが良かったのかどうかとかっていうのは毎回後々考えるところではあるんやけど丸五年もやって 出るとね。どれぐらいのスパンで関わっていくんやろうね。丸5年でそのホテルの数で言ったら、私がそこに携わったところは何個とかになるの？最初から最後まで携わるっていうのは<ー>開発期間がすごい長いので難しくて一部分をこうっていうのであれば、うん、10は超えると思いますね。うん、10。20、うん。うん 最初から最後まで携われた案件は、ほんと2位ぐらい。うん,うんうん。でも最初から最後まで2位携わったら結構やりがいあるね。ホテルの、いわゆる開発、事業部さんに最後出来上がったホテルを渡すところまでね、はい、一番最初からもう、 全く初めて聞く学生でも分かるように、こう,こういう流れでこんなことやっていくんですよって、簡単に教えてくれるま,あまず、土地だったり、うん、建物の情報っていうのが、取引のある会社さんだったり、うん、まあ銀行さんから来ますと。うん、取引のある会社さんっていうのは、不動産系ってこといや、本当にあらゆる業界の方からいただきますね。あららゆるらゆる業界のの人からなんでそんなルートどうやっってて出来上がってるの 会社の上の方たちのコネクションっていうのが一番大きいかなって思いますし、事業も複数しているので、いろんな業界の人とつながりが生まれやすい。その企業さんがお持ちの土地だったり建物っていうところも情報としては上がってきます。何か活用したいっていうので。で、きたら土地の大きさだったり、うん、区域によって どの程度のものが建てられるのかっていうのも全部決まっているのでそういう調査をしたりだとかどの程度集客が見込めるのかっていうところでマーケティング調査だったりをしつつ実際その事業が成立するのかっていうところを数字に起こしていかなきゃいけない事業性の判断をするのに開発収支っってていいうのを作っていきますその段階ではある程度ざっくりしたプランこういう仕様のこういうブランド のホテルいくつかブランドある中でこのブランドで行こうっていうようなのを決めてプランを起こしてもらう図面ですね建築図面はい、はい、で見積もりもとって。 ってていうのをして全部数字に起こしていきます、はい、設計事務所がお願いしたり、はい、ネコにお願いしたりすするのかなそそうですその開発に関わってくるお金っていうところの情報収集をする、うん、かつホテルとして運営した時にどれぐらい経費がかかるかっていうのも今までの実績を見て全部組み立てていって最終この事業をしたら年間何パーセントの利益が出ますっていうような収支を作る。ある程度 事業性があるなって。 で判断したところで社内の役員会議にかけるためにもっとブラッシュアップをして、うん、いわゆる上呈資料っていうものを作っていく。うん、可決されましたってなったら工事発注します。もろもろ契約結びます。着工に入っていきます。建ててる間ってどんなことしてるの？建ててる間は定期的に工事現場で定例会議っていうものがあって、うん、その現場の状況っていうのをゼネコンさんだったり。 いいろんんな業者さんがいるんですけど情報共有して問題があるところがあれば実際現地見て確認したりだとか、うんうん、あとは工事が進んでくると例えばここの壁紙どういう色にしますかとかここの建具どれにしますかとかそういう細かい選ぶっていう業務も発生してきますしホテル運営するには行政の許可がないとできないので、うんうん、役所だったり行って協議するだとか。 あとに入れていくホテルの家具備品の選定っていうのを建築中はこう並行していろいろやってる感じですかね。 めちゃくちゃゃく面白いなそうですねそれは結構な仕事の種類が中にいっぱい入ってるから例えばマーケティングのところとかはどっかか外に出しして調べさせたりとかするわけでしょ、はい、もちろんその特殊な案件によってはそういうこともするんですけど、うん、基本的には自分たちで現地に行ってその土地歩いたりだとか全にそのエリアにもう出店をしているのであれば事業部の方に依頼をしてとかっていう感じです。そこの土地建物上 情報を持ってきてくださった会社さんに聞いたりっていうのはありますけどわざわざその調査専門会社に依頼っていうのはあまり出こなかったですねななある意味で言うとその分野において専門の会社に依頼する以上の情報とノウハウが蓄積されてるんやろな開発部門自体もベテランの社員がほとんど、うん、もう何十年って携わってるようななんでその人たちの肌感覚経験値っていうので結構やってきて でまあ、一番最初の初期段階で行こうかって判断するその後今話してた中でこういろんなものを数字起こしていくっていうね、はい、そのいろんなものを数字起こしていく っていうところにたどり着かない場合もあるんでしょ。こう話が来ても、ここはやめとこうみたいなあります。あります。そこでやめとこになると、行こうってなるのの、こう分けるところってどういうところなのかな。ぶっちゃけ、上の人たちの、うん、<laughs> ここに出したい、出したくないっていうような感情的な部分っていうところもありますね。通常起こすまでもない。 はえんちゃうみたいなっていうのが多いかもしれないです。だから、私はこうなんでって聞かれたら答えづらいですね、うん。そこはえんちゃうってなるところって、<laughs> 例えばどんなところなんや、ね。あ、仮想通貨っているような地域。うんうん